大相撲平成31年3月場所は、2019年3月10日から、千秋楽の3月24日までの15日間、大阪府大阪市なに区のエディオナリーの大阪で、開催された大相撲本場所である。平成時代に開催された最後の大相撲である。横綱、白鵬が3場所ぶり42回目の、幕内最高優勝を飾った。二千十九年二月十五日に、 番付が発表され、平成26年春場所以来4年10ヶ月ぶりのに、横綱となった。先場所4連敗から休場した大関、土地の新が大関5場所目にして2度目の角番となると、共に、先場所までに、大関昇進の目安といわれる33章を上げながら、大関への昇進が見送られた関脇、貴高勝が、再度の大関取り挑む場所となった。また、 豊ノ島が、関脇経験者としては、こと風、鳳凰に次いで、昭和以降3人目となる、幕下転落後の幕内復帰を果たした。先場所を途中休場した白鵬と角竜の、両横綱が初日から出場。横綱、白鵬は、初日から安定した取り口で白星を重ね、角竜は、初日に先場所三勝受賞の小結三竹海に深くを、取るも、 その後持ち直して8連勝するが、10日目に、高啓勝に敗れ2敗で、終盤戦を迎えることになった。その他の力士では、1敗で、平幕の一の城が追い、2敗で高安と豪栄道の両大関に、関脇、高啓勝、平幕の壁山に、元大関の琴将岐区と、番付上位の力士が優勝を争う形となった。そのような中でも、白鵬は11日目に、 高啓生、十二日目に、土地の新、十三日目に、豪栄道、十四日目に、高安をいずれも尻溶け全勝をキープ。これに、青山、浅野山、三宅海、高啓生を下した一の城が追走する形となり、優勝は両者に絞られた状態となった。迎えた、千秋楽、一杯の一の城は、同じ平幕の大栄章を叩き込みで下して十四勝一杯として、 白鵬の取り組みを待つが、結びの一番で、白鵬と鶴流の横綱同士の対戦は、立ち合いで、右腕の筋肉を痛めながらも白鵬が1分を超える、大相撲を下手投げで制し、白鵬が全勝優勝を飾った。また、結びの二番前では、7勝7敗で、後の亡くなった大関、土地の新と、9勝5敗として大関昇進の目安、3場所33勝に。 あと一勝とした関脇、け、高啓章の、いわば、入れ替え戦とも言える取り組みが組まれ、一気の押し出しで、高啓勝が土地の心を下し、土地の心の大関陥落が決まるとともに、高啓勝が大関昇進を確実にした。三勝は、最後まで優勝を争った一之城が、主君勝を、12勝3敗で終盤まで、優勝争いに絡んだ青山が、関東章をそれぞれ受賞。 また、高啓勝が2場所連続の技能賞受賞となった。なお、全取組終了後に行われた表彰式での優勝力士インタビューで平成最後なので、大相撲の発展と皆様の健康を記念しと観客と共に3本締めを行ったが、この行為が日本相撲協会のコンプライアンス規定で定めた違反行為である土俵上の礼儀。 作法を書くなど、相撲道の伝統と秩序を損なう行為に該当する可能性があるとして問題視され、日本相撲協会からの事情聴取を経て、場所後の4月24日に行われた理事会で白鵬を検築処分に、師匠の宮城の親方に原報、原稿 10%3 ヶ月の処分を下した。ありがとうございます。